はい、こんばんは、川島です。今回ですけども、今大阪に来ているんですが、松江区の世界チャンピオン、アイリさんと今日はね仕事してまして、今日はね出演してもらいました。お願いします。お願いします。後ろもね、数人いるんですけども、今日の動画はデカめマッサージをやっていこうと思ってるんですが、アイリさんってデカめってなんか悩みあります？デカめ、はい、あのね、最近たるみが気になってる。デカめというよりもやっぱたるみ気になるんですか？たるみ気になってます。あ、やっぱ出てくるんですね。そうそう、どんどん黒目がこう小さくなってってるような感じがすごいします。なるほど、わ、うん、かりました、うん。まあ、今回はたるみとか、まあ、目の小さい悩みですね、うん、それに関しては目を開け閉めする眼輪筋って筋肉がありまして、この筋肉は目を開けたり閉めたりするこの筋肉、眼輪筋ね、こんな感じの筋肉ですね、うん、この筋肉は凝ってくるとどんどん重くなってきて、うん、ちょっとこう目が開きにくくなっちゃいますので、この眼輪筋を元にほぐしてあげることによってまた開いてきますので、今回はその眼輪筋をほぐして大きな、ね、目を作っていきましょう。ではいきます。はい、それではですね、早速1分間できますので、ぜひね、アイリさんも一緒にやってください。はい、わかりました、はい。じゃあまずね、ポイントは眉毛と目の周りの骨があるじゃないですか。骨、ここ目の骨、はい、はい、この骨に合わせて上の手で眉毛、下の手で目の下、みんなこうやって目の下の骨この上と下の骨をね、こうタッチしながら、なんかちょっとグッと押しましょう。上に押すんですか？骨を押す感じです。はい、はい、でこれポイントは眼輪筋ってのはこの骨についてるんですが、この骨のところを押すことによってこの眼輪筋ほぐれますので、この押したまま左右にほぐす、この状態で1分間ほぐしていきましょう。はい、じゃ早速変化を感じてほしいので、まず右目だけやっていこうと思ってますので、ぜひね右目だけ試してみてください。じゃ早速やっていきましょう、はい、ではいきます。3、2、1、5。はい、グッと押して左右にほぐす。1分間、はい、1分間ほぐしていきます。で結構ね、固まってる人はあの上の眉毛とか痛いはずです。ちょっと内側が痛いです。痛いですよね。で痛いってことは凝ってる証拠なんで、筋肉が固まってる証拠になります。で痛くない人は力が弱いか押せる場所が間違ってるので、ちょっと痛い場所を探してみましょう。どうですか、痛いですか？痛い。たるみの証拠です。でもいつ頃からたるみ感じました？でもこの仕事、私の仕事はみんなそうかもしれません。あ、なるほど。目の周りすっごい凝ってます。確かに結構使いますもんね、うん、集中して。でも世界チャンピオンってほんとすごいですよね。ありがとうございます。しかも1回じゃないですもんね。2回ですね。なんかすごい体勢がありそう。すごい体勢。これは誰かに見せたことはないです。ないですね。はい、 OK、 終わりました。左目と右目チェックしてみると、ちょっと開きやすいの分かりますか？うん、軽い、その軽い感じ、これがデカ目マッサージって言って、要は目の周りの筋肉こんほぐれるだけでこんだけ変わりますので、うん、ぜひこれはまあ60秒と言わず、暇があったらぜひ3分間でも5分間でもぜひ、ね、やってみてください。はい、はい、でこんな感じで僕はねマッサージでアプローチをしていくんですが、アイリさんは、松江区世界チャンピオンなので、松江区だったりとか目の周りのメイク、アイメイクで、まあ、デカ目を作っていく方法ですね、はい、まあ、こんな感じで変化ですね。ビフォーアフターのメイクがあるんですけども、こんな感じ変わりますので、ぜひねメイク、もしくは松江区関係でデカ目を作っていく方法をね、下の動画に貼ってますのでチェックしてみてください。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。